続いて、小林さんからいただきました。ありがとうございます。小林さん、エリーちゃんこんばんは。こんばんは。10月22日に南アラモードへのゲスト出演おめでとうございます。みなみちゃん会える。はい、みなみちゃんと、みにあみと一緒に、秋にぴったりなスイーツを作るということでとても楽しみです。ただみにあみは第1回の放送でオーブンから煙を出したりなど数多くの事件を巻き起こしていて、かつエリーちゃんもあまり料理ができるイメージではないのでとても心配です。無事に放送が終わることを祈ってますね。これね、あの他の方もね、あまり料理ができるイメージがないって皆さん口を揃えて書かれててねそんなことないよっていやいや思ってるんですけど、そう、南アラモードというね、あの南ちゃんのね、お料理を作る、お料理を作る、間違えた、クッキングをするね、番組にあのゲストとしてね、あの呼んでいただきまして、でね、私も第1回を見たんですよ。で、みなみちゃんは本当にね、全部ね、手先がすごい器用だし、頭の回転も早いし、なんかね、もうとにかく全てができるイメージ、もう完璧っていうイメージだったんだけど、あのね、お料理をしている瞬間のね、なんかあーってなってるみなみちゃんが、あのすごい新鮮でした。あんまり見慣れなかった。うん、でもそれがね、また可愛くてね、でも完成ちゃんとしてるからすごいなと思ったんです。私、あのこのね、エリカフェが始まる前にエリオキという番組やってたんですけど、そこで作られるものは数々の失敗だらけでしたはい、反省しております。あのね、完成がいまいちピンとこないものばかりで、あのスタッフさんから採点していただいても、すごい評価をね、あのマイナスな方のすごい評価をね、あの得たりとかね、そういうことがあったんですけど、いや、もういけるでしょう、きっとはい、ぜひね、放送でお確かめをしてみてください。はい、どうなるかな、でも2人いれば大丈夫な気がする。大丈夫、頑張ります。はい、続いて